Отцельные ошибы люди. ぬけばかりか! Aşağıya çok!
هرب شوج. هرب شوج. What?
行山様のお話聞いたこと。あの盲目の奉仕、いつも新しいお話を聞かせてくださる。はい。夢にまで出てきたよ。まるで子供だな。昔鬼を見たことがあるんだ。話を聞いていたら記憶が蘇ってきた。鬼の記憶は気をつけろ。安則はあまり飢えてないよな。見たか、石川先生は死んでなかったんだって。戦を生き延びたのか。もう酒が一滴も見つかるんだ。加藤、鎧はお体に合ってます？では。もしお前が、なんて名前だっけ。誰の刀鍛冶をお探しですか？お待たせしました。ああ、そうだね。その太刀が錆を知りません。
ろ、トロ。あれ、こっち。逃がさっちゃった。さあ敵。母上は当時に来た時すら髪を下ろしてくださらなかったな。
ここへ。これからも頼むぞ。賊から弟を救ってくださりありがとうございました。出したやつら走れ。そと行くぞ。やつそくそとまえか。ソルテイユ。サムライ。
ありがとうございました。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞお受け取りください。
加減はせんぞ。ハザクチの悪徳な侍。守備は？はい、お伝えします。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下文の使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。よし、行こう。この顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは。御金製の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い船頭は得難いからな。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取り入れ、我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから、下文を届けろ。馬では気づかれる。歩いて行くぞ。良いな酒井。